選万歳！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 それでは白子バラを引きますので名前の上に書こう。はい、皆さん本当に一緒に戦っていただきまして本当ありがとうございました、おかげさまで、良い結果を出すことができました、これからやはり国民の皆さんのためにこの北海道のためにそして北海道の2区に住んでいる皆さんのためにとにかく少しでも皆さんの生活が1ミリでも向上するようなそういうことを頭に入れながらこれからも頑張っていきたいというふうに思っております。今回の補欠選挙は収賄の罪で起訴された吉川貴盛さんの議員辞職に伴って行われました、はい、政治と金の問題について松木さんの考えを教えてください。いやもうそれは争点になること自体が本当にとんでもない話でね残念だなというふうに思ってました。やはり政治家のその権限とか権力っていうのは、まあ、自分のお小遣い作るんではなくてやはり国民の皆さんの生活が1ミリでも2ミリでも本当に向上するようにするために使うものだと思ってますんでね。